はい、こんにちは、光コーチです、今回はね、クリニックの方興味持ってもらってこちらの動画見ていただいてありがとうございます。ここに書いてある通りね、シュートを止められない今のままでいいのかということで、シュートをね、止めるっていうのが一番キーパーにとって楽しい部分ですよね。でも失点もしてしまうね、どうしたらいいのかわからない、どうやったら失点が減るのかわからない、そう思ってね、日々のね、試合とか終わった後とかね、悩んでいたりだとか、どうしたらいいのかなって、でもチームでもさ、キーパーの練習ってあんまりないしっていうところで、悩んでる選手も多いんじゃないかなと思います。一つコーチから言えるのは、キーパーは知らないと損します。止め方、技術、知らないと損をします。でも知るとめちゃくちゃプレーが変わります。絶対に日々シュートが止められなくて悩んでるあなたは、下手くそなんじゃないんです。まだ知らないんです。知ればもっとシュート止めれます。もっと楽しい瞬間が味わえます。それを知るために、その瞬間をもっともっとたくさん味わうために、今回のキーパークリニック、ぜひね、参加していただきたいなと思います。11月の1日の月曜日、19時から南東仁小学校、11月23日、火曜日の祝日ですね、19時から箱崎中学校ということで、2カ所でね、福岡市内で、GK クリニックを開催いたします。で、キーパークリニックに来るとどんなことができるかっていうと、今回はですね、正面からのシュートに対する、技術だったりとか、どこに立ったらシュートが止めれるのかっていうようなトレーニングを受けることができます。内容としてはですね、例えば基本的な構え方、あとは、キャッチをするためのフォーム、キャッチの仕方ですね、あとは倒れるとき痛くないですか、痛くないような倒れ方もしっかり身につけておくことで、遠くに来たシュートも触れるようになってきます。あとは正面からのシュートって一番ね、シュートコースが広いので守るのが難しいです。なので、そういったシュートをしっかり止めれるようになるためには、どういったことを考えて、どこに立てばいいのかっていうのを練習の中で身につけることができます。今回はですね、スクール生も同じようにトレーニングをしますので、いろんなキーパーと出会うチャンスですし、いろんなキーパーから多分ね、自分に持ってないもの、新しい発見っていうところがあると思うので、ぜひ来ていただきたいなと思います。練習会場でみんなに会えるのを私めちゃくちゃ楽しみにしているので、ぜひね、参加してもらいたいなと思います。